夏休みに突入した。そして、ついにあの日がやってきた。うっわ、ひどいすぎだろ。まあ、年に一回の行事だからね。そう、今日は夏祭りだ。っていうか、気になったんだけど、それ浴衣じゃないよな。なんでわかったの？いや、浴衣ってもっとこう、柄がついてるっていうかなんというか、華やかっていうイメージが強かったっていうか。何？この格好が悪いっていうの？違う違う、そんなこと言ってないだろ。なんていうか、他よりも大人っぽいから。そう、ならよかった。あ、そこは照れないのな。まあ、何か言う割には自分だって来てるじゃん。浴衣。まあ、そうなんだけどな。喋っててもしょうがないし、何か買うか。そうだね。じゃあ、行くか。そうして、僕らは歩き始めた。いろいろ食べ歩きながら数分が経った。次あれ買ってくるね。ああ、行ってらっしゃい。心はご満悦のようだ。本当にあいつポーカーフェイスなのか？そう思うくらい楽しんでいる。おっさん、これください。あいよ。おっさん、なんでこんなにお面光ってんの？ああ、それは特別な素材で作ったお面だからな。まあ、面白そうだからいいか。そうして、僕は心を探しに行った。あれ、心どこ行ったんだ？さっきいた場所に戻ってきたが、心の姿が見えない。一人でどこ行ったんだよ。体は無意識に走り出していた。そこら中を見回すが、どこにも見当たらない。すると。あれ？まあまあ、一緒に飲みに行こうよ。やめてください。そうだよ、絶対楽しいって。嫌です。そこには、男二人に囲まれている心がいた。まあ、行こうぜ。一人の男が強引に手をつかむ。誰か。助けて。そして、僕の足は勝手に動いていた。怖い。早く来い。足を蹴られる。痛い。誰か。誰か。助けて。すると。お主ら、ちょっと待たんかい。あ、なんだてめえ。こっちは取り込み中なんだよ。邪魔すんじゃねえよ。え、かしろ？そこの女は俺の連れだ、手出すな。何言ってんだよてめえ。一人の男がかしろに拳を振り上げる。すると。ぐふ。え、なんとかしろは男に強烈な打撃を食らわせたのだ。まあ、まだやるか？お助け？そうして、もう一人の男は行ってしまった。ねえ、どうしたの？かしろ。無反応だ。すると。え、ちょ。ふえー、今、お姫様抱っこをされている。なんでー？待って、恥ずかしいから。行くぞ。そして、彼は走り出した。なんでだろう。彼がかっこよく見えた。きっと今、私の顔は真っ赤だろう。そうして、